ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。山形新幹線を走る新幹線電車は、普通車で横ぼれつも収まる大柄な車体を採用する新幹線電車にあって、普通車で横4列しか収まらず在来線も走れる小ぶりな車体が特徴です。山形新幹線の専用車両は初代の400系、2代目として2種類の E3 系、そして現在は3代目となる新型車両 E8 系の投入が進んでいます。塗装も今では銀ツバと通称されることが多くなっている銀色をベースとした2種類のカラーリングを経て、現在は蔵王の雪をイメージとした蔵王ビアンコという白色、山形県の県鳥であるおしどりをイメージしたおしどりパープルを基本に、山形県の県花である紅花をイメージした紅花イエロー、もしくはその紅花イエローと紅花レッドのグラデーションをアクセントの差し色として使ったカラーリングになっています。ところで現在の山形新幹線では E8 系の導入が始まっていますが、その主力車は E3 系となっているのですが、その E3 系についてとある問題が発生するようになっています。それは空転滑走問題。それが原因で大惨事一歩手前の事故まで起こしているのですが、どうして E3 系の空転がここ近年頻発するようになっているのでしょうか。そこで今回の動画ではウプ主の試験をもとに、近年 E3 系の空転が多発する理由について解説考察してみようと思います。なお本動画で述べる内容については全て素人意見であるため、実際には異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。それでは本編へどうぞ。 E3 系の概要。 E3 系は JR 東日本が運用する新幹線電車で、新幹線と在来線を直通する新在直行列車で用いるための車両です。この手の新幹線はミニ新幹線と主に呼ばれており、対して従来からの高速新線を走る新幹線はフル規格と呼ばれます。もともとは1997年に開業した秋田新幹線で運用するため、1995年から製造が進められている車両であり、その後山形新幹線向けの車両が追って誕生した車両となります。そのため定期列車における運用としては唯一、山形新幹線と秋田新幹線の両方を走った車両となります。構造としては山形新幹線の先代車両である400系や、同時期に登場した新幹線車両の E2 系が基礎となっているはずです。特にスカイロ構成を主眼として見てみた場合、フル規格の大きな車体を採用する E2 系で採用されている機器類をベースに、ミニ新幹線向けとして車体サイズを在来線規格に収め、それに最適化した設計とした車両が当初の E3 系と言えそうです。実際に性能特性は E2 系と何ら変わらない特性に設定され、最高速度も E2 系に合わせた275キロとなっています。 E2 系との並結運転時には両者とも特別な性能調整をせず、普通に最高速度275キロで走っており、その他に200系、E4 系、E5 系、JR 北海道 H5 系とも並結可能です。ただし200系や E4 系と並結する際は、 E3 系側で200系、E4 系に合わせた性能特性へ調整をし、 E5 系や JR 北海道 H5 系と並結する場合は、逆に E5 系、H5 系側にて E3 系に合わせた性能特性へ調整をしていました。 E3 系は当初秋田県と JR 東日本が株式を保有していた第三セクターの秋田新幹線車両保有株式会社が保有する秋田新幹線向けの5両編成16本が導入されました。この16編成で1997年3月の秋田新幹線開業を迎え、後の1998年には JR 東日本が直接保有する6両編成1本と16編成分の増結用中間車が増備されています。その後2002年から2005年にかけて輸送力増強や E2 系1000番台増備車と一緒に200系16両編成を置き換えるべく、2002年から2005年にかけて9編成が追加されています。それと前後した1999年から山形新幹線にも E3 系の導入が始まり、山形新幹線には最終的に全て7両編成で15本が導入されました。
こちらの山形新幹線用の E3K が本題となるのですが、後ほどまた説明するためここでは省略とします。この他に E3K をベースにして製造された車両として総合検測車である E926 型イーストアイもあります。ところで最初に登場した秋田新幹線の E3K についてですが、東北新幹線の高速化や車両の老朽化によって2013年より新型車両である E6K スーパーコマチの導入が始まり、引き続き東北新幹線で運用を続ける2編成を残した上で、残りの24編成は2014年3月までに全て E6K に置き換えられ引退。このうちの2編成はトレイユ翼や厳備新幹線へ改造されましたが、そちらについてもすでに引退しています。引き続き残った2編成は E5K の増結車両として使用され、那須の号を中心に一部山彦号として主にグリーン車以外全車自由席の増結車として運用されていました。ただし臨時で早手号として運用する場合のみ、普通車は全車指定席として運用されておりました。こちらは原則2編成2運用でたまに E6K で代走する時もありましたが、2020年10月に利用者減少に伴う車両運用見直しによって最後まで増結車として残っていた2編成も運用を離脱し廃車。これにて秋田新幹線用の E3K は消滅したのでした。最後は秋田新幹線走れなかったけど。山形新幹線用 E3K の概要。山形新幹線の E3K は秋田新幹線の E3K 導入から少し遅れ、1999年8月より導入が始まったものとなります。秋田新幹線用の E3K は0番台に区分されていたのですが、山形新幹線の E3K は1000番台に区分されており、当初は初代車両である400系の増備車として登場しました。1999年に登場した2編成は新庄延伸開業用増備車、2005年に登場した1編成は輸送力増強用として登場しています。後に1999年に登場した2編成については秋田新幹線から撤退した E3K0 番台のラスト4本を改造して誕生した7両編成2本で2015年までに置き換えられています。また開業時から使用している400系を置き換えるために2008年から2010年にかけて12本の E3K が追加されており、追加された E3K は2000番台を名乗っています。 E3K2000 番台はそれまでの E3K といろいろ異なっており、グリーン車前席と普通車一部座席に電源コンセントを装備した点と、前面部分のライト形状などが変更されている点、普通車自由席とされていた16号車、17号車のシートピッチ拡大、側面表示が小型の3色 LED 式ではなく N700K に準じた大型のフルカラー LED 式に変更された点など、それまでの E3K といろいろと仕様が異なっており、それが故に区分が分けられているといった格好になります。性能面として特筆するべきこととして、山形新幹線の E3K について長らく E2K との並結運用がなく、最高速度を240キロまでしか出さなかったことが挙げられます。そのため当初は200系、E4K に合わせた性能とされており、E3K1000 番台に至っては最高速度そのものが240キロまでが限界という性能にされていました。しかし東北新幹線の高速化で E4K が東北新幹線から撤退し、並結相手が全て E2K になることと合わせて E3K1000 番台に対して性能向上改造を施しており、また E3K2000 番台についてもデフォルトの性能調整を解除し、2012年3月より E2K と並結する翼号の運転が始まっています。山形新幹線の E3K は2000番台導入完了以降、長らく1000番台3編成と2000番台12編成の体制が続いていました。途中1000番台の初期2編成が廃車となり、代わりに秋田新幹線から転用された新しい1000番台が投入され、秋田新幹線転用車含めと層が変更になるなどはありましたが、並結相手が1000番台導入当初の200系から E4 系、 E2 系と変化し続け、最高速度が E2 系への並結相手変更で275キロになったこと以外、特別その運用的な方面での変化は起こっておらず、常に山形新幹線の主として走り続けてきました。
しかし2024年3月に新型車両である E8系が営業運転を開始すると、翼号の並結相手が E5系になると同時に1000番台は E8系に置き換えられて全車運用を終了。残りの E3系2000番台についても将来的に E8系へ置き換えられ、2026年までに全車引退する予定となっており、2024年5月より置き換えが始まっている模様です。 E3系 でたびたび起こる空転滑走事象。ところでここ最近になって E3系 にて不穏な事象が相次いでいます。そのきっかけの一つとして、2022年3月のダイヤ改正において実施された施策にて、翼号と並結する100号台のやまびこ号の多くが臨時化されたことがあります。これは2020年以降に中国武漢を起点に発生した COVID-19 感染症およびそれの流行によるパンデミックの影響によって東北新幹線の利用者数が減ったことにあります。その影響で翼号に並結する東京仙台間のやまびこ号のうち、その半数となる16往復中8往復が臨時列車化された上で、東京、山形、新庄間すべてで単独運転となったのです。ちなみにこの時に秋田新幹線からの小町6号とその折り返しとなるはやぶさ15号も E6 系単独運転となったのですが、こちらは翌年に並結相手のはやぶさ号が復活しています。これには単純な社会情勢変化による利用者数減少の他にも、並結相手となる E2系の老朽化も絡んでいると思われ、臨時列車として運転するにあたって必要な数は残しつつ E2系の稼働率を少なくするといった方策も含まれていると思われます。しかしそのダイヤ改正で翼号の単独運転が増えた結果、特に冬季を中心に E3系単独列車が大滑走しオーバーランしてしまう現象が複数存在しています。特に2度起こった郡山駅12番線停車時に発生した大規模オーバーラン、2022年12月18日に翼159号で発生した事案の後は、一部の翼号に非営業の E2系をつなぐ対策をするように、後に E3系側での対策工事が完了したとして、この非営業の E2系を並結する対策はなくなりました。しかしその対策工事後となる2024年3月6日E3系単独編成で運転される翼121号がまた郡山駅12番線到着時にオーバーランする事象が発生。2022年12月の事案では所定停止位置を約170メートル行き過ぎましたが、本件ではなんと520メートルも所定停止位置を行き過ぎていたのです。しかも対策工事が正常に機能していながらこの事故が発生し、どちらも運転士のミスであればダメですが、まあ仕方ないにしても本件の事象はほぼ確実に E3系側の問題といえます。この対策後も一部の E3系単独編成の翼号に対して引き続き滑走対策として非営業の E2系を連結するようになったほか、そのせいでダイヤ改正を前に引退して廃車予定だった200系新幹線カラーをまとった E2系J66 編成が E3系の滑走対策として引き続き使用される事案まで起こっています。また運転面では宇都宮福島間において冬季の間 E3系単独編成はブレーキポイントを早めるという対策をしております。一方で乗務員の間でも E3系単独編成の空転滑走事例が多く、安全面に問題があるという認識をしていたことがあります。ではどうして E3系の単独編成このように空転滑走事例が多いのでしょうか。 E3系単独編成で空転滑走事象がたびたび起こる原因を考察する。ここまで E3系にまつわる様々な事象を見てきた上で、本題となる E3系単独編成で空転滑走事象がたびたび起こる原因について、ウプ主の試験を交えながら見ていきましょう。なおウプ主は日々ある程度勉強しているつもりですが、あくまでも鉄道従事者ではない素人の考察であるため、実際には本考察が間違っている可能性も否定はできません。あくまでもこいつはこう思ってるんだ程度にて、参考程度にご覧いただけますと幸いでございます。
さて E3 系で空転滑走が相次ぐ理由について、まずは E3 系の構造という観点から大きく2点ほど主な原因となる要素があるのではと鵜主は考えております。まず1点目の観点としては、重量の負荷や軸数の問題。車両総重量自体はフル規格でもミニ新幹線でも、実は平均的な面で考えるとそこまで大きく変わりはございません。参考までに E3 系1000番台のうち秋田新幹線から転用された L54 編成及び L55 編成の重量は、空車時の編成合計で302トン、平均43トン強となっています。E2 系についても車体サイズこそ大きいですが、まあその1トンがでかい可能性はあるとしても、実は E3 系とそこまで大きく変わらない平均空車時重量44トンとなっています。しかしそれ以上に気になる事柄としては、7両しかつないでいないことによる軸数が少ない問題。軸数が少ないと何かしらの車輪が空転した場合、空転率が高くなってしまい正常なブレーキがかけられなくなる、そのようなリスクが高くなるのではないかと思います。実際 JR 東日本はこの軸数が少ない問題を理由に、滑走対策として E2 系を空車で増結していました。重量関係による E3 系自体の構造として気になる事柄には、その他にも車体が小さいことによる定員の減少およびそれによる乗客の席車重量がフル規格より少なくなること、E3 系の空調装置にセパレート型のものを採用しており、空調に関する部品の一部が屋根上に搭載されていることによる重心の高さも空転発生率の高さとの関連性が気になります。ちなみに270キロ以上で走行する新幹線電車のうち、空調装置の一部が屋根上に搭載されている電車は現状ですと E3 系と500系新幹線のみだったりします。しかし500系は超高速運転実現のために高さが低くされており、その車体高は 3690mm という高さに抑えられています。一方で E3 系の場合は車体高が 4080mm 程度とされており、これは E2 系よりも 370mm から 380mm 程度高い高さです。狭いスペースに新幹線で必要な走行機器を収めるために、400系もそうなのですが、空調をはじめ一部の機器について床下に搭載できず屋根上に追いやられている結果です。この重心の高さもブレーキ力を適切にレールへ伝えることができず、空転滑走につながってしまうのではないかと個人的には気になる要素である次第でございます。ちなみに E6 系や E8 系については技術進歩などにより空調をはじめ各種部品の小型化を実施することができ、重心の低下と屋根上機器の減少に成功しています。そして2点目の観点としては、 E3 系の軸配置に関する事柄が挙げられます。 E3 系を含めて新幹線を含めた現代の電車というのは、駆動用のモーターを逆に回転させることで発電機として作動させ、それによって発生した逆の回転抵抗を用いて停止する電気ブレーキを用いたブレーキで停止するのが一般的です。特に昨今の電車は電気ブレーキ作動時に発生した電力について、架線などの電力供給線へ返すことによって、より少ない電力量で電車を動かすことを可能としています。これを回生ブレーキと言います。電気自動車やハイブリッドカーなどがブレーキをかけた際、バッテリーに充電される仕組みについてもこれを活用しています。さらに最近ではこの回生電力を有効的に活用するために、遅れ込め制御という機構を活用する電車も増えております。遅れ込め制御はモーターを搭載する電動車軸から発生した回生ブレーキを有効に活用するためのブレーキ制御であり、均一ブレーキの一種となっています。通常鉄道において不均一ブレーキは認められず、各車両に均一のブレーキ力をかけているのですが、そうすると付随軸のブレーキ摩耗が早まってしまいます。そこで緻密なブレーキ制御システムと合わせて、唯一安全性が確保されたとしているこの遅れ込め制御を活用。これによって回生ブレーキを有効活用しながら、必要な制動力を確保しているのです。ちなみに100系、300系、700系では電動車から発生する電気ブレーキの強力な制動力と合わせるため、
渦電流ブレーキというブレーキ機構が採用されたほどです。これは電磁石を用いたブレーキ機構であり、電気ブレーキと歩調を合わせた制動力の確保もできるのですが、反面重量が非常に重たいというデメリットがあります。 JR 東日本の新幹線ではこのブレーキは採用しておらず、 E1 系以降は回生ブレーキを有効活用するように、遅れ込め制御を有効活用するブレーキシステムとなっています。もちろん E3 系においても遅れ込め制御が採用されており、回生ブレーキをうまく負担するブレーキシステムとなっています。なお電気ブレーキは鉄道において信頼性が比較的低いとされ、非常ブレーキについては通常は回生ブレーキの補足として使われる摩擦力を用いたディスクブレーキを用いて作動しております。ここまで少し長くなってしまった上に話が脱線したのですが、これからの考察とリンクするための前提知識として、ブレーキの遅れ込め制御について簡単に説明しました。ここで一つ問題を出しますが、雨の日によく遅延する鉄道路線、あなたはどの路線を思い浮かべますか？地域などによってこれは差があると思いますが、南関東の人は京急と答える人が多いのではと思います。京急は雨の日に数分単位の遅延が常態化しているのですが、これは雨の日に空転がしやすいという事柄のほか、もう一つ京急ならではの事象が絡むと考えます。それは先頭車が必ずモーター付きの電動車であること。一般的に長編成を組む際の先頭車は付随車であることが多く、これは新幹線においても概ね同様の傾向があります。先頭車を付随車とすることのメリットですが、付随軸となった先頭台車が先にレールの上を走ることで、レールに付着した水や汚れを除去する役割を果たすことが挙げられます。この結果、先頭車の付随軸がきれいにしたレールを、すぐにモーターが搭載されている動力軸が通過することになり、動力を伝えやすくなるという理論です。もちろん電気ブレーキを使用する場合も同様で、ブレーキ力の弱い付随軸が先にレールの上を通過することで、その後に続く電気ブレーキを適切に働かせることができます。しかし仮に先頭車を電動車にしてしまうと、モーターが搭載されている動力軸が直接汚れや水のついている空転しやすいレールを通過することになってしまいます。そのため適切にレールへ動力や制動力を伝えることが難しくなり、空転や滑走が発生しやすくなってしまうのです。空転や滑走が一度発生すると非常に厄介で、ブレーキであれば空転しないように一度緩めなければならず、なかなか空転や滑走が正常に戻らないということもあります。なお京急がなぜ先頭電動車を採用しているのかについては、京急独自の安全性などに基づく理論が関係するのですが、こちらについては本動画では関係ないので省略します。今後それについて主題とした動画を投稿する予定なので、気になる方はチャンネル登録をした上でお楽しみください。それでなぜこれが関係するのかというと、実は E3 系の先頭車は電動車ということだからです。理由はおそらく5両編成組成時のバランス的な意味で、先頭2両ずつを電動車とした上で中間1両を付随車とした方が軸配置的な意味でのバランスが取れるからだと思います。そして当初の小町用5両編成をベースの構成とした上で、中間付随車をさらに1両追加した形態が小町用の6両編成、そこからさらに付随車と付随車の間に電動車を追加した構成が大雑把な翼用の7両編成ということになるのです。つまりもともとの E3 系の編成構成からして空転滑走が発生しやすく、さらにそもそもの軸数が少ないのでより空転滑走が発生しやすい。これが E3 系の空転滑走が発生しやすいという諸悪の根源なのではないかと考えます。ちなみに E3 系の後継である E6 系や E8 系については7両編成組成時で最適化された編成構成となっていると思われ、先頭車が付随車で残りの中間5両が電動車となっています。さらに E8 系では新たな空転滑走対策として台車に着雪防止用の融雪ヒーターを搭載しております。このヒーターは主に板谷峠を抱える在来線区間における急勾配走行時の空転滑走対策と思われますが、
副次的に E3 系単独編成で頻発する空転滑走対策にもつながると思われます。その他の気になる事象。ところで E3 系単独編成運転時の空転が発生しやすいというのは以前からあったようなのですが、大規模なオーバーランはここ最近になってからの事案です。というのも実は2024年3月に大規模オーバーランが発生した朝の翼121号が以前から7両単独編成だったのです。これ含めて全列車が以前は福島駅で山彦号と連結していた。そうであればじゃあ単独編成が原因かと思っても仕方ないでしょう。しかし翼121号が以前から単独運転だったということは、必ずしも単独運転が原因かと言われた場合、ウプ主としてはちょっと首をかしげてしまいます。そこで個人的に懸念となる事柄として、山形新幹線用の E3 系に対して2021年3月から2022年12月に施行された H5 系との連結運転対応工事というもの、多分この工事で E5 系、H5 系との連結ができるようになった、そういうことなのではと思いますが、E3 系1000番台は E8 系の導入によって廃車されています。つまりこの対象は全編成に施工されたとされているようですが、実際には施工全編成という意味で E3 系2000番台のみでは、という見方もできるのではないかと思います。また1000番台と2000番台とは機器構成が一部異なるため、それに関連した相性というのも考えられるでしょう。そして実際に郡山駅到着時に単独編成でオーバーランした編成、2022年12月に発生した事案では当該ガエル61編成、2024年3月に発生した事案では当該ガエル66編成、どちらも2000番台に属する編成であり、 E5 系 H5 系との並結対応が2000番台に悪さしたのではと考えるのはちょっと考えすぎかもしれないのでしょうか。また郡山駅12番線到着時に2度も発生した理由ですが、下り列車の郡山駅停車前に下り勾配を通る箇所があり、そこで空転滑走が発生しやすいのではと指摘する文書がありました。確かに下り勾配は空転滑走が発生しやすい環境といえ、さらにそこではこの勾配中に保安装置である DSATC におけるブレーキパターンとも合致するという指摘があります。確かに保安装置の仕組みや地理的な特性を考えたら、下り列車の郡山駅停車時にオーバーランしやすいというのは納得できます。そこでブレーキ軸数の少なさや E3 系の電動車配置を考えると、どんな対策をしても E3 系単独編成で発生しやすいオーバーランについて、その決定的な対策は全列車に E2 系や E5 系を連結した上でブレーキ軸数を増やす以外に対策がなさそうとも言えなくはないと思います。ただここ最近になって2度も発生した理由は本当に謎。ブレーキ整輪子の仕様変更などもあるようなので、いろいろな要素が絡み合っての結果ではあると思いますが、詳しいことは関係者以外が知る余地はないと思います。何せ運輸安全委員会の重大インシデントにも認定されておらず、社内調査はあると思いますが、それが外部に出ることはないと思いますので。ちなみに2024年3月6日に 520m オーバーランした L66 編成、2024年5月の E8 系追加投入によって運用を離脱し、廃車回送と思わしき動きが発生しております。次回の検査期限まである程度の余力を残していたようですが、やはりかなりのオーバーランを起こしてしまったことで、車両の状態に何かしらのダメージが発生したのでしょうか。図らずなのか計画的なのかは不明ではございますが、 E3 系2000番台で初の廃車となってしまったようです。いかがだったでしょうか。今回の動画では最近山形新幹線の E3 系で発生している空転滑走に起因したオーバーランについて、どうして2度も起こすほど発生しやすいのか考察してみました。あわや大惨事寸前だったこのオーバーラン、特に2024年3月に発生した事案はオーバーした距離が凄まじく、驚愕やびっくり、また負傷された方もいらっしゃるかと思います。被害に遭われた方についてはこの場をお借りしてお見舞い申し上げます。こういった事故は大惨事寸前でもあってはならないのですが、
事故とは切りたくても切っても切り離せないものです。一方で事故が発生しなければ現在につながるようなさらなる安全対策はできません。このオーバーランを教訓として対策をしっかりと練った上で今後事故が発生しないような体制を整えてほしいというのが浮く主が勝手に思う感想でございます。なお今回はあくまでも浮く主の試験で推察しただけに過ぎず、いろいろな事柄が複合的に絡まって発生していることは事実で、本当の原因が何なのかは今のところ分かりません。運輸安全委員会による重大インシデント認定もないため、真相について浮く主含め関係者以外が知る余地はないと言えるので、本動画はあくまでも参考として捉えてください。また本件について関係各所などに問い合わせることも、関係者に多大なるご迷惑をおかけしてしまうため絶対にやめていただくようお願いいたします。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。